いろいろ大丈夫か。なんか君はなんかおどおどしてるよ、さっきから。大丈夫、俺がいるから大丈夫。レディーゴー。よっしゃ、よっしゃ、いくぞ。ビリーさん、はい、なんかこの試合はなんか何ですか。君の名はマッチ。はあ、なんかそんな名前らしいんですけど。ふざけてますね。見ましたか、君の名は。いや、そんな時間ないっすよ。いや、僕もぶっちゃけこの試合決まってからちょっと見ようと思ったんですけど、はい、Amazon プライムで今500円なんですよ。500円結構高いんで、まだ僕見てないんですよ。僕の近所のゲオは86円で買って何その価格破壊。え、ちょっと待って、この中で君の名は見た人いますか。まあ、ちょうどもいらっしゃる。あ、思ったよ、俺は。じゃあ、ミリさん、ストーリーは知ってるんですか。あ、実は、はい、86円で借りてしまいまして、はいはいはい、明日返されたら延滞料金はかかるんです。はい、ですね、ストーリーは簡単に言うとですね、はい、男と女が入れ替わるわけですよ。おね、昔ありましたね、そういう映画ね。ああ、ありましたね。はい、俺があいつで、あいつが俺でって。そうそう、そんな感じです。はいはいはい、で、はい、さらにそこからなんやかんやあって、彗星が街に落ちてきて、はいはいはい、みんな亡くなってしまうと。はい、そういう大変なお話なんですけど、はい、まあ、それがなんやかんやのありので、はい、まあ、どうなったかは見てのお楽しみ。だいぶ大事なところを走ってる感じがしますよ。いやいやいや、もうこれだけでみんな帰りゲオに行ってるはずやからな。いや、でもそんなプロレスにて男女が入れ替わるとか、うん、そんなバカみたいな話ない。ありえないっすよ。ありえない。ありえない。ほら、ロープがちょっと緩いような気がするんですけどね。あ、そうですか。気をつけてください。そうですか。もうこんなで、ね、もうランボルさんともう言いなりになってたら僕らもやっぱりプロとしてやってない。その通り、その通り、いいこと言いましたね。プロレスをやりましょう。そうっすよ、ランマルメッセでプロレスやってやりますよ。いいか、これがプロレスやってるの今から見せるからな。よう見よけよ。よし、プロレスやりましょう。お願いします。終わりじゃー。
ものがついてる。なんか汚いものが。もうやめてよ、もう。ちょっとこれは どうしたの、どうした、話し合いで決着をつけましょうよ。とりあえず私の体は触らない。分かった、じゃあお前も自分の体は触らない。私の体はいいでしょ、これは別に減るもんじゃないし、あんたの体は、うん、じゃあまあいいか、それは。じゃあ下はダメだ、下はここダメだろ、そこはまずいだろ。まあこの辺のお客さんしか聞いてないけど、そうだよ、そうだよ。まあ思ったより思ったより小さくてびっくりしたわ。お前なんてこんなのあるかないか分かんないだろ。痛い心が。お互いやりましょう。次はもう高校内に戻りましょう。戻ろう。私はプロレスをやりましょう。
年したら彗星がこの町に落ちてみんな死んじゃうんです。彗星が、どうしたらいいんだよ。こんなことしてる場合じゃないんです。どうしよう。どうしますか。とりあえずもう一回戻ろう。あ、もう一回お願いします。これやっと戻る気がする。はい、お願いします。Oh!